孔子やわは、江戸時代後期に、非全国平戸藩第9代藩主の松浦清氏により、書かれた、随筆集。署名の由来は、平戸藩主を退き隠居した後、この随筆が1821年12月11日の、孔子の夜に書き起こされたものであることによる。その後、生山が没する1841年まで20年間に、渡り随時書き続けられ、生変百貫。 続編100巻、第3編78巻に及ぶ。文政4年、実婚だった、林十歳が、松浦邸を訪れ、松浦茂信の武功雑記の話題となった。十歳が、君もやるべしと進め、応じた青山はその夜から筆を取った。折に触れて、十歳も、内容を見たのみならず、作中に、彼の発言が、林子曰く、林話に、 などの形で紹介される。内容は、藩主時代の田沼沖継ぐ政権や松平定信が主導した完成の改革の時期に関すること、執筆期に起きているシーボルト事件や大塩平八郎の乱などについての記述をはじめ、社会風俗、他藩や旗本に関する逸話、人物表海外事情、果ては、地味網量に関することまでの広い範囲に及んでおり、 文学作品としてのみならず、江戸時代後期、田沼時代から、火星文化期にかけての政治、経済、文化、風俗などを知る文献としても重視されている。全編の内容が確認できるものとして、平凡社の東洋文庫より、直筆原稿に基づき、正編6巻、続編8巻、3編6巻の計、全20巻が刊行されている。ただし原文のみで現代語訳はない。 ありがとうございます。